なんだろう、もう本当に朝一の満員電車と変わらんぐらいの人がいた。金毛はすごかった。金毛、うん、金毛はすごかった。だってあなたいなかったと思うけど、うん、あなた降りたよ。だってあなたモアゼじゃん。たまにいましたよね。うん、いた？いた。カフェスとかやって、レシオ4サガット M2 とか。おしゃれだよ。もっといい趣味あるだろうと思って。冷やかしじゃねえか。いや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 。本気で、本気で狙ってたんですよ。本気で狙ったの、うん、あっ。いや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 。あった、あった。うわうわ、あった、思い出した。あった。こいつやってた、カフェスで。やってて、全国大会に妙に出たがってた。うん、ああ、なんか。出たがってたんだよ。で、うん、俺とか、つばるとか、柏木とか、うん、もう予選通ったやつを呼んで、うん、もうその、傭兵として、あ、なるほどね、だこいつだったらわざと負けるで、主要下がって相手です。で、俺が行っててさ、うん、行ってたらさ、次に、次に、こいつが勝ったら、うん、俺が勝てば当たって、もう抜け。はいはいっていう状態だった。もうそこまで来たの。そ、はい、したら、もう今でも覚えてるわ。ね、レシオさん、バルログ、レシ、俺が？そうそう、レ、いや、お前はレシオの下がったで。レシオさん、バルログ、レシオ1なんちゃらみたいな、ユリとかよくわかんない。まあまあ、わけわかんない。名前今でも覚えてるから。イガラシっていう人。覚えたじゃん。いや、わかんない。覚えたない？いや、わかんない。あの、イガラシっていう人だったの、うん。で、お前次、イガラシに勝ったら、抜けだからっっ、うん。そんな、じゃあ決勝ってこと？え、決勝ってこと？まあもうほぼそのブロック相当レベル低いんじゃない？いやそりゃそうですよ。ね、テンポ予選ですから。テンポ予選で、まあまあそうそう。そしたらさ、どこそれ？そういったの？え？どこの大会？立川。俺立川まで行ったの。で、そしたら立川まで行きゃいい。まあ取れるか。あのさ、五十嵐の必殺技がさ、相手がもし地上にいた場合。ジャンプ台パンを出すんだけど、うん、空振るタイミングで飛んでくるんだよ。要するに登りぐらいのタイミングで出してる、はいはい、なんだけど、すげえいい感じにこいつの小ジャンプとかノーマルジャンプで空で全部、いや全部空投げなんだよ。ポイ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 、でバンバン空投げたやつで、お前やめやめこいつ五十嵐に負けてさ、絵面は想像つくな。負けて俺さ、愕然としてさ、多分画面見ないでこれが強いと教わった行動をひたすら繰り返してるんだよ。アジャストできるわけもなく、覚えてねえな、それも。そしたらお前、俺の方に満面の笑顔で近づいてて、おっ、五十嵐とか言って、思い出した、おっ、五十嵐じゃねえやろ、思い出した、あったわ、おっ、五十嵐ってなんだよ、あったな、あ、それはバルログだったんだ、バルログ、まあ、ちなみに、あった、俺、次、あの、五十嵐と戦って、俺、クラゲされまくって死んで、あ、そう、俺も五十嵐負けて、おっ、五十嵐だ。2人でもすぐ話した。もうちょっと、抜けたんだ。いや、あの決勝のやつにボッコボコになった。あったわ。決勝の A ベニバル巻きなんとかっていう人にボッコボコになってました。A ベニバル巻き、覚えてる、覚えてる。A 巻きがいたの覚えてる。そんなやつ、さっきさ、それはやばい。思い出した。もうすぐ五十嵐、思い出した。よく覚えてたと思う。いや、思い出した。もうすぐ五十嵐、思い出した。そうだ、やってたやつ。やった。カッペスやってた。大会に出たいがためにやってた。やってた。なんかね、なんか妙に序盤だけやってましたよ。やってた。なんでレシオンさ、なんかチャーミダイパンの振りうまいねみたいな言われて、調子のやつやったの。そうだね。いや、面白いゲームだから、もっとやろうと。俺も好きだよ。あのゲーム性は好きなのよ。3キャラ選んで。今も時々やるんだけどさ、あ、そうなんだ。キャミーとサガット、N、はいはいはい、これやるんですね。リュウキャミーサガットね。だもう一人いないんだよ。リュウでいいじゃん。 N でしょ。 N、 N、 うん、 N なんだよ。リュウだと触れないじゃん、それこそ梅原のリュウ。いや、お前 C の方がお前は絶対合ってんだけど、でもまあ梅ちゃんもあのゲームやるな、 N ってやっぱ言うから、あ、まあ楽しみたいんだったら N、 俺は N だと思いますけどね、うん、そうなんだね。でもラン出ないからさ。出ないですか。あ、まあ、走れないだから、ダッシュが苦手だ。走れない、ダッシュが苦手だ。走れない N だから、それはじゃあやめとくす。意味がないっす。そう、意味ないんだよ。いや、N はマジでレバーさばき超出るから、まあ、出る出る出る、めっちゃ出る、まあ、これが出ねえから。だってランコパンなんてあれ普通今の人たち多分厳しいよ、ランコパン、あれは憧れだよね、うん、めちゃくちゃ早かったじゃん、うん、こいつが大抜き、あれそうだ、うん、あれとか、うんうん、
まあ、あれは難しい、まあ、確か面白いゲーム性だと思うけど、ね、まあね、うんうん、よくできてると思うよ、弟子性っていうのが、カメさん面白かったけどな、まあそうね、うん、だから俺はいいゲームをこう渡り歩いてるのは渡り歩いてる、あ、まあまあまあそう、ね、そう、ゼロスリーから始まって、うん、カープエスやって、うん、でもまあそのゲームが大体もう ほぼ主だからさ、うん、うん、そうだね、そう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 、かだからあのやっぱりそこで得たものが5とかでも使えたしね。ああ、なるほどね、うん。そう。あれがね、サードってなってくると。あ、また変わってきたよね。ちょっとね、でもね。サードはやってないんだっけ？やってない。やってないのか。うん。じゃあ、楽しみですね。まあ、そろそろあれですか？そうですね。いい人も、もしかしたらお仕事しました？大丈夫だよ。言うて、2時間以上やってますから。そうなの？はい。ここに時間が出るんですけど、2時間15分。すごいね。五十嵐なんて何の価値もない話もしたの。いや、でもね、思い出した、マジで。言われて。オス五十嵐、俺だって俺だって思い出した、俺も忘れた、最初五十嵐、俺も記憶の隅からググって上がってきたもん、お前、え、こいつか、あったあった、立川まで借りてた、オス五十嵐、立川でも相当遠いっすよね、家から遠い、よく行ったなと思うんですよ、よく行ったなと思うんですよ、多分2時間レベルですよね、2時間ぐらいかかる、うわ、よく行ったよ、だからあの時でもなんかちょっとかなんか余裕なかったっすもん、ゲースになっても、あ、そう、あ、俺が、そう、そう、あ、そう、多分なんか焦ってましたね、このままじゃ全国出れないみたいな、あ、で俺からすると、いや、出れるわけねえしそう、ね、出たからなんなの、でもなんか出ることを目的としてたら祭りには参加したいの、出てどうこうじゃないですよ、あ、出るってこと、出るがゴールだったんですよ、なるほど、なるほど、で、なぜかレシオ4下がって、うん、なるほどね、そう、ずっとシャンベライパン、ずっとシャンベライパン走ってまあそうだね、確かに、懐かしいね、懐かしい、いやー面白い、そういう気持ちになれないもんね、などっかへ、まあまあまあ、そうそう、先方戦取ろうとか、だって当時言うたってまだ20代じゃないですか、そうだよ、そうですよね、うん、よく行ったよな、若かったんですよだって水戸とか行ったもん俺、カップレスで、アウルカなんかと、あったな、行ったわ、俺は行ってないんじゃない、一緒に行った、柏木、あ、分かんないな、アウルカは行った、俺も水戸には1回行った、なんでそのちゃんとしたチームで出ないんですかいや個人だとそれ、いやだから、いやじゃあそのキャラス、あ、キャラか、はい、なんなんだってわざわざその剣2つ超えてそのまあそうだ ね、びっくりするよな、剣2つ超えてレシオン探すからさこいつ何しに来たんだ、まあ、まあそうだよね、確かにめっちゃ思うよな、まあ、自信あったんだろうね、上にね上は出るからね、そうそうそう、上は出るから、そうそうそう、上は出るからね、そうだよ、でしかもワンピー限定したね、ワンピー限定、そうだね、じゃんけんの負けで2ピー引いたらもうそれで帰っていけないし、ね、終わり終わり終わり、すごい距離走って裏でもあるらしいですあ、そうなんだ。あ、前転でね。あ、ワンピー。ワンピー取らせろっつって。